こんにちは、シエルです。今日は海外セレブの間でもめちゃくちゃ流行っているクリスマスの定番アイテム、アグリーセーターの紹介をしていきたいと思います。まだ日本ではあまり注目されてないんですけど、海外ドラマや、洋画のクリスマスシーズンの作品には、たびたび登場するのがこのアグリーセーターで、ダサいほどいいというそんなセーターです。ちなみにこちらは、H&M で1200円ぐらいで買いました。このサンタさんになれちゃうという。ようなダサいセーター、キッズサイズの150のサイズを今着てるんですけど、私はぴったり。ちょっと私服じゃ着れないですよね。海外セレブとかの間ではめちゃくちゃ流行っていて、クリスマスシーズンになるとインスタとかにね、どれだけダサいセーターを着てクリスマスパーティーに行けるかみたいな感じで、ある意味インスタ映えですよね。日本だとまだまだ注目されていないので、ネットを見ててもね、あんまり出てこなかったり、あと H&M もなんかもっと種類あるかなと思ったらそんなになくって、これがキッズサイズで2、3種類あったのと、メンズのセーターで7種類ぐらいあって、私が行ったところはね、女性もののねセーターはあんまりなくって、多分まだ日本ではそんな注目されてないのであまり売ってないかもしれないんですけど、きっとこれから流行ると思います。海外セレブとかは結構もうインスタとかにもうめちゃくちゃダサい、なんか人の顔が書いてあるやつとか、あとクリスマスツリーに飾るキラキラの何モール、キラキラのテープみたいな、あれとかがもうがっつりこう巻かれてるやつとか、あとなんか鈴がついてるやつとか、あと友達がなんかデンマークで見つけたやつとかは、なんか的当てゲームになってて、なんかトナカイの顔が書いてあって、ここに何くっつくボールをが付属品でついてるのかな、あれ、それでなんかね、体に向けてこうポンってくっつける的当てゲームになってるアグリーセーターとかもあって、なので私なりに探して一番良かったのがこちらで、サンタになれるよっていう、若干ちょっと可愛い子ぶったアピールな感じはあるんですけど、本当はもっとなんかすごい変な顔が書いてあるようなアグリーセーターが欲しかったなぁなんて思いました。私の中でアグリーセーターといえばの作品が、映画デッドプールのクリスマスシーンの時に、カップルでね一緒に来てるんですよ、アグリーセーター。そのシーンがすごい好きで、なのでお友達同士とかでもいいですし、多分海外だとファミリーでみんなで同じの着たりとか、あとホームパーティーで全員同じ柄のダッサいの着てがパーティーしてたりとか、そうダッサいほど盛り上がるという。この間海外エンタメ系の仕事をしてる仲間で、アグリーセーターを着てパーティーをしたんですけど、ハロウィンとか今盛り上がるじゃないですか、仮装したりとか、そんな感じで日本もアグリーセーターブームが来ると思うので、来年ねもっとねアグリーセーターの種類がたくさん出てたらいいなぁなんて思いました。はい、今年は私は H&M のキッズサイズでパーティーには参戦しました。アグリーセーターを着たパーティーもいくつかを開催されてるらしくて、一緒にパーティーをした友達がその時のね写真を SNS に上げたら、新聞社から取材が来たらしくて、そうこれから多分本当もっともっとこのアグリーセーターブームが来て、日本のクリスマスシーズンにこのダサめのセーターがずらって並ぶようになると思います。クリスマスをより楽しむっていう部分ではね、こういうの着て集まるといいかななんて思います。あと1200円って安いよね、 H&M だからかな。ちょっとしたお遊びのアイテムとしてはお手頃でいいかななんて思っています。フォーエバーがなくなっちゃったじゃないですか、だからもしあったらもうちょっと種類あったと思うんですよね。私自分で買う前にちょっとダサいセーターを買ってきてって頼んでたら、この見てください、普通にダサいおばあちゃんセーターを買ってきてくれて、いやこれじゃないみたいな、これはクリスマスのアグリーセーターじゃないみたいな、なんとなく刺激的なオレンジがめちゃくちゃダサいという。せっかくだからちょっとおばあちゃんセーターも着てみるね。ほらこれはダサいよ、これマジでダサいやつだよね。見て、絵がつながるみたいな、つながってんのか、絵がつながる、なんなんこれ、この猫の絵のセンス、これ私服あったらちょっとやばくないですかね。この激しめのオレンジが今日のポイントです。オレンジの線、これはただのダサいやつですね。一応明日のマジックショーの現場がクリスマスっぽい衣装でっていう指示はあるんですけど、さすがにちょっとこれはねダメなんだけど、
ということで皆さん素敵なクリスマスを過ごしてください。はい、というわけで今日はアグリセーターの紹介でした。海外ドラマとか映画だと結構そのシーンが出てくるので、さっきも話したデッドプールっていう映画がめちゃくちゃ好きなので、よかったら皆さん見てみてください。はい、このアグリセーターにも注目してみてください。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。